ATM 強盗犯はネズミ、200万円近い紙幣かじられボロボロに。 AFP インド北東部アッサム州で現金自動預かバラ機 ATM にネズミが侵入し、総額200万円近い紙幣がかじられて台無しになる騒動があった。地元警察当局が AFP に明らかにした。警察によるとATM が故障していて現金が引き出せないとの苦情を利用客から受けた銀行職員の調査によってネズミの犯行が発覚した。先週機械を開けて中を調べたところ、 ATM の内部から細かくかじられた紙幣とネズミ1匹の死骸が見つかったという。警察は犯罪や陰謀の可能性についても捜査を行ったが、ネズミ以外の犯人の存在を示唆する証拠は見つからなかった。配線を通す小さな穴から複数のネズミが ATM に侵入した模様だという。地元メディアによると、ネズミにかじられた紙幣は総額120万ルピー約194万円相当。公開された ATM 内部の画像からは引きちぎられ細かく刻まれた大量の500ルピー紙幣と2000ルピー紙幣が確認できる。